はい、こんにちは、むりしです。いよいよ夏本番を迎えて、初心者の方から中級者になりそうな方までね、ビブショーツとか、ジャージとか、まあそういったものを本格的に新調しようかなって方も多いと思うんですよね。ただ、最近やっぱりこういった海外のね、高品質サイクリングウェア、値段が非常に高くなってまして、もう本当にビブショーツで5万円、ジャージで4万円みたいなのも出てきちゃってるぐらいですから、ちょっとどうしようかな。自転車もすごい高いのかってお金もないしって悩んでる方もいるんじゃないかと思うんですね。そこで今日は、高品質なんだけども、 値段がギリギリ届くかもというモデルプロトンドパリのドメスティックラインをご紹介していこうかなと思ってます。それではいきましょう サイクリストのメッカである、まあやっぱりヨーロッパあたりって、やっぱりそのサイクリングジャージとかサイクリングビブショーツを作る腕とか、生地のルーチューがすごい良いものが流れてるんですね。なので、まあ海外のそういったところの国から出てくるサイクリングウェアってやっぱりものすごい良いものが多いんですけど、まあ一方でこの為替なんか色々な要因もありまして、値段が非常にこう高くなってきてるなというところもありますよね。自転車もね、そこそこ高いもの買ってるとなかなかそこに予算を回すこともできないなって方も増えてると思うんですが、 その中でも比較的まだ値段が通りやすくて。 高品質なものというモデルもあります。で、これがね。今回紹介するプロトンドパリのドメスティック、ライン、プロトンドパリの中だと比較的エントリーグレードではあるんですけども。まあやっぱりそうは言いながらも厳しい。サイクリストのメッカの競争もすごい激しい中でまあ、人気のあるブランドですから。高い品質は保ちつつ、比較的買いやすい価格で提供してくれているというものになるんですね。で、その前にですね。まあ、初心者中級者の方っていうのが、まあそのサイクリングウェアを買う上で気をつけておきたい。点っていうのがいくつかあるので、ちょっとそれも。話も しておきたいんですがサイクルウェアって一言で言うとなんか高いものがいいとか名前らしい,いのかわかんないけどアソスっていうブランドがありましてこれ世界最高峰の、まあ、ビブショーツ屋だと言われてるんですねで彼らのビブショーツは本当世界最高峰ですがただそれが全員にとってすごく最高かっていうとそうでもないっていうところもあったりするんですねそれはなぜかというとやっぱブランンドごとにコンセプトが違うからなんですねでやっぱりアソスって、まあ、プロチームにもウェアという機材を供給してますし、まあ、より速く走るため、まあ、もちろん速く走るためには快適 快適性とその速さの追求というところ両立したところの素晴らしいバランスをとってるっていう意味ではあそそは確かに最高峰だとは思うんですがただそこまでの速さ求めてないんだよねって人にとっては多少あのコンプレッションきつさがやっぱり窮屈に感じたりっていうこともあるわけですなのでそのブランドごとのコンセプトで自分に合ったものを選ぶっていうのってすごい大事かなと思うんですねあとは体型なんかもありまして海外のものいいよねっていう声も多いと思うんですが一概にそうも言えなくてですね例えば アメリカのもののととかになるとアメリカの方々って体がものすごいごついんですね日本人の人が僕の身長これぐらいです背の高い人これぐらいですってそういうでかさではなくて骨からでかいみたいな感じって分かります分厚いって言った方が分かりやすいんですかねなんか分厚いんですよね同じ背丈でもしかしたら同じぐらいの体重なのになんか分厚いみたいな感じのことがよくあってですねこの辺の肉の辺肉方も全然違うんですよだから僕アメリカのジャージとかを着るといつも感じるのはこの辺が余るんですよねこの辺の胸の特にこの後ろたりが。 大胸筋周りが余るっていう感じがあってお国柄での体型の差っていうのもやっぱり顕著に出るなっていうところもあったりとかまあそういうのでそれぞれにやっぱりこのブランドがいいって言ってもじゃあ必ずしも全員にそのブランドがベストではないっていうところはね押さえておいた方がいいかなと思うんですねでじゃあなぜね今日このプロトンド・パリのドメスティックをおすすめするかというと僕がいろいろ海外のブランドをまあ散々着倒してる中でですね比較的プロトンド・パリのモデリングパターンがですね日本人の体型に近いなっていうのは感じるんですねベルギー人の 体型がなのかもしくはプロトンとパリが標本として一人決めているそのモデリストの方の体型がなのかもしれませんけども比較的そんなにこう分厚い体型じゃないなっていう風に思うんですよね女性のやっぱディレクターがまずやってるってとこもあるのかもしれませんけども分厚く作ってないんですよねあと下のサイズの作りが丁寧海外のブランドだと L ぐらいが多分ベースでしょうね L ぐらいを作ってからそこからサイズをグレーディングしてちっちゃくしていくので下手したら XS とかはもうテストもしてませんってこともあるんですよもうサイズでこう決めちゃって ここはじゃあ2センチ下げて M で 2cmS で 2cmXS で 2cm 合計 6cm ちっちゃくすればいいよね脅威はとかいう数字だけでやっちゃってる場合があって XS の体型の人が来てもなんかおかしくないってなったりするんですよね L をベースにグレーディングしてるだけなんでそうじゃなくてちゃんとある程度その近しいところでちゃんと見てるんじゃないかなっていう気がするようなフィッティングになってるんですね一応ユニセックスに今なってるんですよジャージがだから女性でも下のサイズは着れるようにっていう風に作られてるからよりこう日本人の僕ら華奢な体型には合い いやすいってことがあるのかもしれませんけれどもいずれにしてもそんなに分厚くない日本人の体には非常にこうフィッティングがいいなというふうに感じるのが一つ目でもう一つ目がやっぱりプロトンとパリって速さももちろん求めてちゃんとエアロ形状にしているモデルとかもいろいろあるんですけど速さよりも着心地の方をちょっと優先度高めてるなっていうふうに感じるんですねでその感じで一番大きいところはやっぱり生地が非常にこうストレッチ性があるストレッチ性があるといっても、まあ、よくあるコンプレッション強めですごくストレッチが伸びてますとかではなくて 間にこう柔らかく体を包んで、くれるようななストレッチ性なんですねでこの差ってね、かなりでかくって、やっぱりアソスの上位モデルのエキップって言われる、いわゆるレーシングモデルとか、あとカフェドシクリステのレーシングモデル、まあ、あとはあれですね、イザドアのエシェロンとか、そういうレーシングモデルを着ると、着た瞬間に体が前傾にこう強制的になって、ぐっとこう前に入るみたいになるんですよ。あれって、まあ、確かに走るだけにおいては、筋肉もぶれなくていいっていう風な話になるんですけども、なかなかちょっとゆったりデイツーニングしようって方には、やっぱり、 窮屈だなってて感じることの方が多くてですね、まあ、そういった意味ではこのドメスティックっていうコレクションに関しては立ってた状態でキュッて着ても別に普通にストレッチ製 T シャツを着てるみたいな感じで気楽に着れるとあのそういう意味でもそういう初心者の方とかデイツーリング中心の方っていうのに関してはどっちがいいのって言われたらもしかしてこっちの方があなたにとっては最高峰じゃないですかって言えるようなものになるんですね、まあ、そんなようなこともあってですね 華やかかなものが多かったんでそのデザインに惹かれてる方が多いのかなとも思ってたんですが、まあ、実はやっぱり着心地が好きなんですよねって方も多くてこのドメスティックっていうのは本当に人気のある商品になってます。 で、具体的にね、どういう風なプロダクトなのっていうところをちょっとね、ご紹介していきたいんですが、簡単にさらっといきますけれども、一つはね、2種類の超高品質なイタリアンファブリックを使ってます。表は、えっと、こういう、ちょっとテカッとしたストレッチ素材なんですが、後ろはもうめちゃくちゃ放熱するメッシュの素材を使ってまして、バックサイドとフロントサイドで違う生地を使って快適に過ごせるように作ってあるという感じですかね。で、さっき言ったように、フィッティングはスタンダードフィットなので、非常にこう、着た時に楽な感じです。で、特徴的なのがね、僕これ、 面白いなと思ったのがここのジップなんですね。結構サイクリングジャージってこのジップを隠したりとか補足したりとかっていうのが多いんですが、これはわざとね。デザインとしてビスロンっていう、ちょっとプラスチックのスポーティーなカジュアル見えするジッパーを使ってまして、さらにそのジップをしっかりと見えるようにすると、布でこう隠すようなこともしてませんし、あとはわざわざ色も変えてですね。馴染む色じゃない色にわざとしてあるんですね。で、これによってかなりこのジャージがカジュアル見えするというか、ちょっと洋服っぽい雰囲気を出してくれるんですね。スポーティーさ。 距離はカジュアルな感じに見えるというかこれがねすごいおしゃれでいいなという風に感じてますで後ろはね3つあのしっかりポケットがありましてサイドのこうジップポケットがあるとで中が防水のものになってまして、意外にここは防水になってないもの多いんですけども僕はぜひねこれ防水にしてほしいんですけどもあの僕なんかは結構車のキーを入れたりとか濡れたくないものですねマスクとか入れたりすることが多いんでここだけ絶対濡れないっていうのがあるとすごく便利なんですねもう、まあ、それもしっかりあってかつ大きめの3ポケットがあると仕様とか生地に関しては全く 一切手抜かり出しという感じなんですが値段が2万2,000円とね比較的海外ブランドの中では買いやすい価格に抑えられているので、まあ、使いやすいかなと思います。<music> で色がね、いくつかありますんで、ちょっとね、もうスタイルで見ていきましょうえ。まずね、今ご紹介してたミントグリーンですね。ドメスティックのビブショーツと合わせてますで。足元をちょっとね、ニュアンスカラーのソックスにして、白いシューズで合わせるというスタイルです。で白いシューズなんで、ちょっとヘルメットも白で合わせてあげて、まあ、全体的にこうミントグリーンから入って白を使って、爽やかな感じでね、合わせる感じですね。サイクリングキャップね、すごい可愛いんですよね、プロトンのパリ。それで合わせてあげてっていう感じで、コーディネートを組んでますで。サングラスはアルバオプティクスですね。 次の色はねまた同じくちょっとこうペールトーンの可愛い色なんですがライラックですね紫色のやつですね薄い紫ブルーのドメスティックビビショーツと合わせてこんな感じですかねなんかこれなんかもすごい綺麗なね色合いでいいですよねあとダークグリーンもありますこんな感じです こちらビビショーツは東京ウィルズがイザドアに別注した、まあ、カモ柄のね、あのやつを合わせてますね。で、これもね、普通ジップがこれ緑になっちゃうと、まあなんかこう全体的にこう緑緑な沈んだ感じになるんですけども、白いジップが効いてますよね、デザインとして。あとね、ブラック合わせでこんな感じ。これもね、オールブラックって好きな方いると思うんですけども、どうしてもなんかこうブラック一色で全部合わせちゃうと、ちょっともっさりしちゃうというか、暗く見えてしまうんですけども、このジャージがね、やっぱりジッパーが白で、そこにデザインが入っているので、全然こう暗いイメージにな なならいんですね。むしろなんかおしゃれ感が漂うというかでまあ、ちょっとね全体あまりにも黒くしちゃうと重たくなっちゃうので足元の靴だけ今白にしてあげてあとはもうせっかく全身黒なんでポイントつけようかなと思ってアルバオプティクスのソロのサングラスであの目元だけちょっとアクセントをつけてあげてるんですけども、まあ、こんな感じでやってあげると全身黒でもね全然こうイメージが変わるかなと思うんですよね一気におしゃれ感が高まるというか黒って結構その体型隠してくれますしなんとなくこう着やすい色だと思うんですよね ジッパーとサングラスというところに置いてあげると全体としてはすごくおしゃれになるので、まあ、こんな感じで着てあげるのもいいかなと思いますそれでそのドメスティックシリーズのさっきから着ていたこのビブショーツの方なんですがこれもね非常によくできてますビブショーツの着心地って着た瞬間に1個わかる点があってぎゅっとくるか包み込んでくれるかっていう大きく違うんですねでこのプロトンとパリの方はもう履いた瞬間に柔らかく包み込んでくれる感じなので着心地はめちゃくちゃいいですあのいわゆるるこうクッと来ててグ,ッグ,ッグッって着る感じでは全くない のでそういった意味でもまあ初心者の方とか中級者の方っていうのにはすごく最適なんじゃないかなと思いますでパッドもね比較的ちょっと厚めに作ってありまして、まあ、長時間ライドにはかなり最適かなというところあとは基本的にはねこれね a s ス s でいうところの朝 s 詳しい方はご存知だと思うんですが GT にかなり近くって GT とその上位ラインの違いってその上位ラインのレーシングモデルっていうのはもうファブリック自体が全部がコンプレッション強めでですねギューって全部くるんですよその代わりにストバンドもなかったりとか緩めだったりするんですねもう生地自体がギュッとコンプレッションくるんでもう切りっぱなしでそのまま全部でギュッと押さえ込むって感じになったりするんですけどもこれはその GT っていうモデルと同じコンセプトで生地自体はかなりこれ柔らかいんですねでその代わりにこのストバンドがしっかりとコンプレッションしていてそのところでキュッと押さえてくれるというような構造になってますなので で、人によっては、やっぱりこのバンドがキュッと来てるなって感じる方はいるかなというモデルなんですが、その代わりにこの辺の生地全体が結構柔らかめに体にこう吸い付いてくれるということなんで、まあ、どちらが楽かって言ったらやっぱりこっちの構造の方が楽は楽かなと思います。あとはちょっと僕がまだ検証しきれてないんですが、汗によってどれくらい伸びるかみたいなところもあるんですけども、ただやっぱりストバンドがこれだけしっかりしてると、まあこの辺の生地が多少緩んでもですね、多分問題ないかなという感じではなってます。あとプロトンの場合、僕ねまだスプリンターしか 今シーズンものは買ってなくて、ちょっとこの後バンクエアロールとドメスティックも買っていこうかなと思ってるんですけども、スプリンターで少なくとも乗ってみて思ったのは、このグリップもね、すごい良かったです。これもね、そのブランドの手で全然コンセプトは違うんですね。結構グリップをしっかりするブランドってあるんですが、僕それちょっと苦手で、やっぱ漕ぐ時にここが少しこうずれてくれた方が僕は漕ぎやすいんですね。まあそういう意味で、比較的このドメスティックのストバンドのグリップ結構しっかりして方ではあるんですが、それでもね、若干滑るようにわざと作ってあって、比較的乗ってて快適。 なといいう,うに思いましたこれがあんまりこうゴリゴリのシリコンだと漕いでる時にここは滑ってくれないからずっとここにシリコンが押し付けられてるみたいな不快感というかいう風うになったりするんですけどもそれがなくてそれでもあんまり緩すぎてズルズルだと全然ダメなんでそういう意味ではちょうどいい感じでこうあのフィットしてくれるという感じだったんでこれもまた快適性を考えての設定なんだろうなという風うに感じた次第です はい。という感じでね、今日は、プロトンドパリのドメスティックシリーズをご紹介しました。プロトンドパリの中では、まあ一応エントリーラインではありながらも、まあプロトンドライン自体がかなり作り込みにはね、すごくあの力を入れていて、実は昨年から工場も一気に変えてですね、かなりその手のいい工場に変えてますので、コスト自体は実はグッと上がってるんですけども、この辺は頑張って価格抑えながら進めてるという感じなので、まああくまでも本当エントリーとして、まずはこのブランドを試してほしいという方に向けてね、提供してますので、お買い得かなというふうには思います。 のででななんかかかこれからちょっっっといよいいよよよビブショーーツジジャージ買ててみようかなって方にもおすすめしたいモデルではありますのでぜひ検討してみてみください。はいというわけでね、今日の動画は以上となります。いいなと思った方は、いいねの方と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。あと、インスタグラムね、こういったものの紹介とか、あと僕もこのプロトンとパリ来て、この間イズニライド行ったりしたんですけども、その辺の様子だったりとかをね、またこの YouTube でも出しますけども、インスタグラムなんかでも出してますので、もしよろしければね、そちらの方のフォローもしたいただけると、まあそういった最新情報だったりとかね、見ることもできるかなと思いますので、 よろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょう森氏でした Life is like riding bicycle はいありがとうございました。ついに始まりましたね、ツール・ド・フランス。ちょうど昨日、ステージ3が終わって、今日、ステージ4か。僕はやっぱり、山岳が好きですね。ステージ1、2が山岳で、3が昨日、平坦だったんですけども、平坦よりは山岳の方が好きかなってことです。で今日がね、めちゃくちゃ超山岳なんですごい楽しみなんですけども、あ今、ネタバレ含むんで、ツール・ド・フランス、あの、録画して今から見るんだ方はちょっと今からもうこれ止めてくださいね。で僕がこの3ステージで一番面白かったのは、やっぱり第1ステージですね。ついね、ロマン・バルデがあのマヨジョーに来たってこあの、フランスの選手 前お城のきの久しびさなんですよねね確かねちょっと終わった瞬間、あの本当にちょっと泣き,泣きそうまでは言わないけど、すっごい感動して。で、ロマンバルデって比較的クライマーなんですよ。彼ってすごくこう、登る時に前をバーッと開けるんですね。熱くなると。で、その下がインナー着てないから地肌のままっていう感じで漕いでいて、あとロマンバルデの顔つきもあって、なんかちょっと下品だなって俺は正直思ってて、あんまり好きな選手では実はなかったんですね。ちょっと裸みたいな感じで、あの顔つきでガガ走ってるから、タデポガチャある。 とかあのビンゲゴの方がかっこいいなと思ってたんですけども、まあ、今回やっぱりそのフランス人が久々にマイルの来たっていうのもありますしあと最後はね結構感動的で23歳ぐらいのね若者のファンデンブルークっていう選手と最後2人でこう逃げ切りを図ったんですね2人がこう逃げ切りでで後ろが集団その状況って多分ツールド・フランスが見てない方分かんないと思うんですけどもトレインをやっぱり多く組める方が早いんですよでどういうことかっていうと自転車ってやっぱり風よけを一人作ってその後ろをみんなで走るってやると後ろの人 って本当驚くほど力使わないでもすごい速いスピードで走れるんですね一番前の風よけのやつだけがかなり頑張んなきゃいけないんですけどもあのトレインって何やってるかっていうとみんな一番前の人を風よけにして後ろの人をずっと走るとでこの人が疲れたら交代して次にこの人が風よけやるっていうので引くっていうんですけども順番にこう引いて回してくんですねだから人数が多ければ多いほど風よけになる人が多いし前引く人も順番に引いていけば、まあ、体力尽きたらすぐ休んでってやれるじゃないですかだからやっぱりその集団の方が圧倒的に平地って早いんです ですねそれをこの2人の逃げが最後まで逃げ切れるかって勝負だったんですよ秒差的には結構厳しそう追いつかれるんじゃないかなみたいな感じの秒差だったんですけどもでもやっぱ途中にこう平地じゃなきゃなくてちょっと上りがあったりとかいろいろあるから正確にはわからないんですねでそしたらもうの最後の最後のゴールのところでもう後ろ何百メートルのところに集団が見えていてこれ食われちゃうんじゃないかなーってところで、まあ、最後結論があると逃げ切っちゃうんですけども、まあ、その逃げ切る2人がですねロマンンバルデっていうめちゃくちゃゃくベテランで実はこれもう 来年引退するんですすよ引退するって言って最後のツールだっていうストーリーとあとそのもう一人がチームメイトで普通これがチームメイトじゃないとですねゴールまで力を貯めたいからどっちが前を引くかみたいなのでこうお見合いしちゃうんですねでそのお見合いしちゃうと後ろに食われちゃうっていうところがあってすごい難しいんですけどもまあでも後ろに食われないにしてもこうお見合いしながら行ってどっちが前引くんだよとかってジリジリやりながらどっちがゴーっていったらガーッとスプリントで最後ゴールに行くんだけど今回同じチームだったんですよだからとにかくそのロマンバルで っててエースを勝たたせるために引いいいくっていうことでフランドルプールとロマンバルデがずーっとこう交互に引きながらずーっと最後の方まで行って集団に食われないようにしていたっていう感じだったんですけどもそのロマンバルデがもう来年引退で今回最後のツールファンデンブルークはまだ23歳でもう入ったばっかりなんですよその若者ともう超ベテランの引退間近のやつがお互いこう引き合いながら最後の最後逃げ切ったってところがまたすごく感動的でですねでロマンバルデも最後ファンデンブルークがこう引くじゃないですかでゴールの近く なったら引いてもらったロマンバルデがバッて横に出て前に出て最後フィニッシュさせるんですね。エースなんででファンデンブルークはそれ分かってるか最後まで引いてもう行けって言って行かせるんですけども、その行ってゴールする瞬間にロマンバルデがファンデンブルークに対してこうやってやるんですよ。彼のおかげで俺は勝てたみたいな感じでやるんですね。で、そこがもうすごい感動的で、なんかゴールする瞬間にこいつのおかげだよってやるっていうところでも、ね、是非大事にしててもいいから見てほしいです。そのストーリー知りながら見るとね。すごくわあ。面白いなって感じると思うんで、そのシーン見て欲しいなと。 いうふうに思います。なんでちょっと今回は、第一ステージからめちゃくちゃ個人的には盛り上がっててですね、面白かったんですけども、唯一残念だったのがですね、ユンボ・ビズマかあの、ビズマ・リーサーバイクって今回名前変えたじゃないですか。変えたんだけど、アリーズとビズマのコラボモデルって今回出たの、ご存知ですよね皆さんね。散々皆さん買っていただいてるんで。ただ僕も買ったんですよ。で、今回は別に僕、そのビズマ・リーサーバイクって一番好きなチームでは実はなくて、なんかちょっとこう、強すぎるので、なんかなって思ってたんですね。だからタデイポガチャルが一人で頑張ってそこに挑む むのがかかっこいいなとかあとちょっと違う選手でかっこいい人いないいたらいいなとかって思ってたんですけども、まあ、せっかく限定のビズマリーサーバイクのヘルメット買ったからまあでも今回はもうちょっとアホだけどそれかぶりながら <laughs> あの気持ち入れてあの応援しようかななんて思ってたんですねと思って第1ステージに臨んだらなんと彼らそれをかぶってないんですねもうデザインが変わっちゃってるんですよだからなんかせめてツールドフランスぐらいこのデザインで行ってくれりゃいいよなっていう残念さがすごいあってもうね黄色と黒がもともとビズマリー リー,サーバイイクとかインボビズっって貴重だだたんだけど今回かからなんですかね今回の、まあ、ツール・ド・フランスはもう全然違う色になっててちょっとすごい残念だったんですよねそういうとこだぞビズマ・リーサー・バイクそういうとこだぞツール・ド・フランスって思いながらちょっと見てたという感じなんですけどね。